これな韓国ね時間多いですよね、うん、韓国ネタ多いね韓国ネタって言ったってこれ雑踏事故ですからね読売新聞これ将棋倒しって使いますね日本将棋連盟がね苦情言ったんですよかつての明石の時に日本将棋連盟が苦情言って将棋倒しってここで将棋使うなって で各新聞紙使わなくなって赤紙の時は産経新聞だけが将棋倒しって書き続けてたんですよところが今回ね産経新聞ひよったのかね将棋倒し使ってないんですよね産経新聞雑踏事故って言ってるでしょ何をしたのか急になんか読売新聞が将棋倒し連発してるんですよあ、そうそうだからドミノ倒しってドミノ連盟とかねドミノピザとかがドミノ使うなって話になるでもなんか今回将棋倒しいわゆるこうパタ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 倒れていくそう将棋倒しかという とったらちょっと違う感じがしますけどもね日本人も巻き込まれましたしまた多くの外国人がね十何カ国ででししたたたっっっけ立ったまま圧死した人もいるって話ですよね前が倒れてでも後ろから押して押してと倒れてんのにぐんぐん押すから6人7人8人9人上に乗っかっちゃってじゃあ下の人ってこれじゃあ何キロですかって話でね400キロだとか500キロだった話ですからさすがにねだって キロなんて言ったらお相撲さん2人乗ってるわけでしょそれは厳しいですよね世界中人が集まればどこでも起きうるわけなんですけどもまあ日本はねかつていろいろなこういうね事故が起きました読売新聞のリストを作ってますのでちょっと読んでみましょう1956年1月新潟県の弥彦村の神社で元日の初詣客が餅巻きの神事に殺到し124人が死亡って結構。 こう大きなこと起きましたねなんか人がこう雑踏で100人以上死ぬなんていうのはどんな状況かなとなかなかこれまでイメージできませんでしたけども今回5坪でしたっけ3メートルかける4メートルみたいな そこで150人以上亡くなったわけですから、もう本当ちょっとしたところですね、折り重なるようにしてそれだけの方が亡くなるわけですから、そんな広大なところでうわーって行かなくてもちょっとの隙間で100人が亡くなってしまう。ですから日本もかつて1956年、この神社で124人が死亡というこういうことを経験しているわけですよ。 100人以以上の死亡事故それ以降はないんですねやっぱそこら辺から学んでいってやっぱ初詣なんかでもピッピッピーとか言って「はいここに作ってくださいと」とか押さないでくださいとかっていうふうにやってですねかつてそう,いう痛ましい事故をやった上で日本も学んんでできたととといううことがあると思うんですね一応ちょっとここにあるリストを読んでみますけども1983年6月兵庫県西宮市の阪神甲子園球場でアイドル野球大会に大勢のファンが集まり女子高生が死亡おそらく一人ですね。でも一人 い、ね、雑踏で押しつぶされて亡くなるだけでもこれはもう大事件ですからね、はい、1990年1月大阪市北区のライブハウスでコンサート中ファン約30人が倒れ女子中学生1人が死亡え1995年11月北九州のフェリーターミナルのエスカレーターで乗客が次々と転 通し高齢女性一人が死亡。まあ、エスカレーターでこうパタパタって倒れるとこれはちょっと将棋倒しというかドミノ倒しとかそんなに近いような状況だったのかなと思います。そしてこれが重大ですよ。2001年7月これは大きなね事件で報道されましたよ。兵庫県明石市の花火大会で歩道橋に殺到した見物客が転倒するなどして11人が死亡183人が重軽傷。この時にですね手すりが折れ曲がってたところが 確認されまして400キロぐらいのね重さがかかったっていう風に計算されていますそれでもまあ11人であれだけ大きな事故として語られましたねでこのね兵庫県の1956年の124人死亡というのはかなりね大きな数字ですけどもその後日本も学んであんまり人が集中しないように誘導するようになりましたそして2001年7月の花火大会での歩道橋での事故を受けていよいよ徹底するようになりましたよねだから渋谷のね DJ ポリスとか手を返し品を変えいろんな 形でもって一方通行にしたり場所を区切ってみたりアナウンスの仕方を工夫したりとか警察では大勢の人が集まる時の通行整理のマニュアルがあるんですよねここでこういう場合コースこういう場合コースいろんなケースバイケースで,です、ね、相当細かいマニュアルがあって日本の警察がですねそれを使ってるわけなんですけどもやっぱこれまでの1956年の124人死亡から始まってですまあそれより前もあったでしょうけれどもそこからですねいろいろと工夫をして工夫をしてですねそれで一気に人が行かないように分散していくようにいろいろ いろいろな、ねえー、手法があるわけなんですねですからまあ韓国の場合は日本の1956年の状況が今起きたわけですからまあここからね 色々と学んでいって今回警察なんてね通報がいっぱいあったけどもほとんど対応しなかった若干なんか4件ぐらい見に行ったらしいですけどもこれはもう人災だと言われてますよね下り坂だったということもあるので一方通行にすればよかったとか警察官が出てね押さないでとか言うだけでもだいぶ違ったわけですからねもし警察官の目の前で起きればねまた対応も違ったでしょうしこれはちゃんと日本も全国でやってることです花火大会がありますとか初詣がありますっていう時にですね警察だだけじゃないですよ例えば明治神宮だってね いろんなアナウンスが流れたりとかしてますからね雑踏事故が起きないようにいろいろとですねやってるわけで2001年以降はさらに厳ししくなりましたよね大勢がわーっといかないように細いツールを分けたりなんかしてね立ち止まらないで押さないでとか言ってですねやるようになりましたからね韓国はまあこれからなんだろうなと思いますけどもねでね私調べたんですよ世界のこういう雑踏事故っていうのがどんなものかなと思って人がやっぱバーッと集まるのは宗教じゃないですか。でねめっちゃ めっかひどいですよ。700人死亡とか、1000人死亡とか、1400人死亡とか、いっぱい出てくるんですよ。国民性があるのか、イスラム教でちょっとどうやるかわかりませんですけども、めっかマジやばいっすよ。一回じゃないですよ。もう何度も何度も、もう普通に1000人、2000人出てくるんですよ。 この人たちも何を学んでんででだと思うぐらいですねそれだけいっぱい人が集まるんでしょうけどもでねメッカ調べたんですけども一つの大きなお祭りで最も集まる時の人数調べたら200万人だったわけですよ。 すごい人人数ですよ200万人すげえなーと思って念のため明治神宮の正月三が日調べたら350万人なわけですよいやメッカ以上じゃねえかって話ですよねだからある意味日本人ってそこそこ頑張ってるのかもしれないですね一つのお祭りで350万人集まる宗教施設って地球上で明治神宮しかないんですよ でもこれまで雑踏事故なんか多分起きてないんですよねだからある意味日本すごいっすよ国民性もあるのかもしれないですけどね明治神宮のもの、うん、祝祝と歩くよね幼いよね日本人ってあんま幼いんですよ、はい、宗教施設だからってうけどなんなこと言ったらメッカだって宗教施設なわけですから日本人はよく穏やかだって言われますけどもねやっぱそういう時に普通に並んでね 別に押しだからまあちょっと韓国人の資質がどうなのかちょっと別に分かりませんですけどもだからね三が日で350万人毎年集まって一度も雑踏事故が起きないもちろんね交通整理も上手なんでしょう誰も押さないこともあるんでしょうまあいろんな要素あるのかもしれませんですけども日本そこそここ頑張ってんなという,ふうに思いましたねとにかくこの韓国ではね若い人はたくさん命をね落としましたからねもうね私 私も辛いですよ娘を亡くしてお父さんとか出てくるとうちの娘がそんな事故で死んだらみたいなこう考えちゃいますよねこれまで結婚もせずね子供もいない時だったら別に誰が死ぬまあ気の毒だなと思っていたけどもやっぱ最近ね子供とかねもう耐えられないですよこう亡くした親例えば子供が自殺しましたみたいなね裁判を起こすってニュースもありましたし子供がじゃあこの韓国で亡くなってとかやっぱ子供が 死ぬとかもう本当耐えられないというかねだから年取ると累戦ね弱くなるって話ありますけど本当そうだなと思いましたとにかくちょっとねこれは普通に防げたことだと思います武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー、動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします 本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。